はい、野坂岩でございます。では引き続きホライゾンフォビドンウエストやっていきましょう。今メインクエストの砂の海で、圧縮空気カプセルを回収するというところなんですけど、溺れ死にました。あるい。これどこまで潜るの？行ってみよう。これか。これか。近かったやん、近かったやん。はい、持て。戻って、早く戻って。はい、行くぞ。カプセルを手に入れたぞ。これで必要なものは全て手に入った。わからんわ。モーランドに渡そう。よかった。よし、モーランドと何か用話す。かい、相棒。部品取ってきたよ。必要な部品は手に入れたぞ。その奇跡の潜水マスクだ。潜水マスクだけでいいだろう。まあ、いっか。ほら、作業台を使え。自分で作れと。あ、これか。潜水マスク、すごいね、レジェンダリー。新深度の潜水を可能にする特殊な呼吸具。作成。あ、これで潜れるんだ。できた。こりゃ驚いた。うまくいったら試させてくれ。下に降りて原石を手に入れたいんだ。溺れずに行けたらな。それであんたは何を探すつもりだ？説明が難しいけど、いにしえの町を管理する装置に誤作動を引き起こしたもの。洪水もそのせいだ。俺たちのせいじゃ。てっきり侵入したことがバレて罠が作動したのかと。言っただろう。きらめく光の絵が突然海の姿に変わったんだ。それから赤く光って、直後に大水が押し寄せてきた。また、赤く光った？ああ、そうだった。合図みたいに水が噴き出してきた床の格子のすぐそばでな。警告か。ありがとう。役に立つかも。だといいな。頑張ってこいよ。いや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 、ちょっと待ってな。絶対戦闘でしょ。全然だね。やっとここから離れられると思ったの。いや、アロイが来て助かったな。あ、すごい。潜水マスクは活用できそうだ。自力じゃここまではまず潜れない。ん？どういくんだ？ちょ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 。ここに行きたい、ここに行きたい。
どっちやの。うわ、これすげえな。ここは何もないんだね。あそこから出られそうだ。ポセイドンはこの下のどこかだ。探し出さないと。おっと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 。すごい抵抗が。赤い光を見つける。赤い光を見つける。
赤い光を見つける。赤い光？何がプンって言った今。何がプンって言ったの？これ？違う。いや、赤い光っていっぱいあるんですけど、どのことを言ってるんやろ。潜って探してるんですけど、ちょっと時間かかりそうなので一旦ここで終了したいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。野坂岩尾でした。